あと一個だけさ、はい、全く関係ない話していい、うん、なんかマリナにさっきその撮影してて、うんまあ、デート企画したじゃん、はいはいはい、で LINE 聞いたの、はい、したらなんかアリちゃんの許可がいるって言われたのどういうことだって言われたんだもん、それってアリちゃんの許可がないとダメって絶対それでマリナ逃げてるでしょ違うよ違うアリちゃんの許可が意味が分かんない、ね、なんかさ、うん、視聴者の人からさ、うん、もうさお願いだから、あの青汁王子とマリナさんの間で邪魔しないでくださいとかなんか来るんですけど、うち邪魔してないですよ。だってマリナにいつも言われるんだもん。あれ、それ絶対そこで逃げてるから。だからアリちゃんがもしかしたら、うん、なんか話になったんだけど、うん、俺のこと好きなんじゃないかなって。いやそれさ、もういい加減にしてよ。もう一回聞いていい？え、アリナ俺のこと好きなの？何て言いました？アリナ。アリナ止めてる。なんで言ってくるの？好きなの？いや、マジ好きじゃないっていうのもおかしいですけど、そのなんかなんでそうなんですか？逆に。だって邪魔ばっかですから。嫉妬で。違うでしょ。違うの？まあ、わかんないな。違うでしょ。じゃあなんで LINE 教えてくんないの？でもやればいいじゃないですか。だって LINE 教えてくんないの？いや、多分それ逃げてるんですよ。逃げてるの？嫌われてるんですよ。デートまでしたのに。デートまでしたのに。iPhone14 あげたよ。嘘。本当。え、嘘でしょ本当に、ね、やばい。それでも教えてくれなかった。だから多分あの iPhone もらって逃げた飛びました飛びました、はい、飛びましたやばいな、はい、やばいわ、はい、まあ、ちょっと頑張ります、はい、頑張ってください、はい、え、iPhone あげたんすか。そうだよ、あげたよ。うち9月30誕生日なんでくださいよ。うん、じゃあ頑張って。ずるー、マジで。マリナさんは最近どうなりましたか？なんでマリナさんとデートできないんですか？マリナちゃんと、まあ、デートが未だに確かに実現できてないんですよ。はい。まあ、これについて本当に解説すると、まあ、僕は合理主義者なんで、まあ、合理的にちょっと解説していこうと思ってます。はい。これ結構僕の中で答え出ました。はい、いいですか。あのマリナと僕がまだデートできてないのは、まず、マリナちゃん言うにはまず前提としてアリちゃんの許可が、出てないんですよね、はい、アリちゃんの許可が出てないんですよ。で、まあ、じゃあまずプロセスを踏んでいくと、じゃあマリナちゃんに好かれてるか嫌われてるかというと、嫌われていたらデートはできないと思うんですけど、まあ、その超無課金君とホストや、ね、イベントやした時に一緒に来てくれたりとか、まあ、たまにその別でねそのみんないる場で会ったりも何回かするんですよ。まあ、だからその時点で、まあ、嫌われてはいないんじゃないかなって思うんですよ、正直、はい、だって嫌いだったらホスト行かないじゃないですか、うん、でも、まあ、連絡先も交換しないしデートもできないでしょ。で次のじゃあ、まあ、嫌われてないと、はい、じゃあ次行きますとでアリちゃんの許可が下りないですよ。でアリちゃんの許可が下りたらいいんだけど、アリちゃんの許可が下りない。でなんでアリちゃんの許可が下りないのかなって考えたら、じゃヘラヘラ三重視にあの嫌われてるのか、アリちゃんに嫌われてるのかなって思うじゃないですか。でも僕は、まあ、確か青汁チャンネルではコラボしたことないんですけど、向こうのチャンネルには何回か呼ばれて出てるんですよ。だからヘラヘラできんとか NG ではないはずなんですよ、正直、はい、正直 NG ではないんですよ。でもなんかダメだと。でなんでなんじゃないだろうなって思ったら、一つ答えが出たんですよね、はい、一つ、はい、俺はアリちゃんが俺のこと好きなんじゃね？みたいな。アリちゃんが青汁に気があって、それでマリナのデートを阻止してるんじゃないかなって仮説を立てたんですよ、はい。そしてこの間ね、たまたまね、アリちゃん、まあ、みんなでね、2人じゃないんですけど、たくさんいるところ、みんながいるところ、それこそ、まあ、バットオップのワイザー君とかなんかいっぱいいたんですけど、まあ、みんなでちょっと会うことがあって、まあ、アリちゃんがいたんですよ、はい。で、まあ、なんか、やっぱりね、感じるんですよね、視線を、はい。だからアリちゃんにね、いや、なんかちょっと最近可愛くなったねとか、いろいろ言ってみても、まあ、あんまりこう、目をね、合わせようとしないんですよ、アリちゃんが。はい、だから俺これもやっぱり俺のことちょっと好きなんじゃないかなってちょっと思って。よくいるじゃないですか、あの小学校とか中学校とかでさ、なんか好きな人にさツンツンしちゃうのあるじゃん。俺あれなんじゃないかなって思ってるんですよ、うん。だから僕は少なくともマリナがヘラヘラにいる限り、アリシャンという
大きな存在がいる以上夢は叶わないんだなと、まあ、かといってでもアリシャンを無限にしてしまうと、もうマリナだけアリシャンなんてもうダメだってやるとさらに許可が下りなくなると、まあ、これを、まあ、ジレンマっていうんじゃないかなって思うんですよね、うん。まあ、なんでなんかやっと謎が一つ解けたと。アリシャンは青汁が好きだ、まあ、言われたわけじゃないですよ、言われたわけじゃないし誰かから噂を聞いたわけでもない、全く聞いたことがないけど、まあ、仮説としてはそうなんじゃないかなって思ってます。はい、あの柴田さんがね、なんかブレイキングダウンについてコメントされててニュースになってました。で、まあ、言ってたことが、まあ、青白王子とかも眼下底骨折してるし素人の殴り合いは危険だと、だからまあそのブレイキングダウンどうなんだみたいなこと言ってたんですけど、まあ、それは ある意見としてはごもっともだと思います。柴田さんが言ってることもただまあ正論だと思います。でも僕はまあこういう骨折したけど、もちろんサインね、手術はね、ごめん、試合前にちゃんとサインして自分が納得した上で、出たわけだし出ましたし、まあ、もちろん当然勝つつもりで行ってたし練習してね、あんな試合すると思わないで行ってたんで、それは、全然自己責任なんで、まあ、心配してくださる声はありがたいんですけど、まあ、自分の、まあ、責任で自分の判断でやったことなんで、はい、全然後悔してないです。はい、まあ、素人だどうこう言う人もいるかもしれないですけど、まあ、旗から見たら素人かもしれないし、それはまあ否めないんですけど、まあ、自分なりにねやりましたからね、頑張ってつもりがあるんでね、はい。